ああダメだ、クラブの中息苦しくていらんねえわ。ああなんで来ちゃったんだろう。ああ始発まであと2時間もあるよ。いつもこうなんだよな。なんかエロいことねえかなと思って来るんだけど、結局なんもなくて3時ぐらいに後悔するんだよな。ああ、あれ？あれここシュプリーム？あ、そっか、シュプリームの裏かクラブ。ああなんか夜のシュプリームってなんかちょっと怖いな。旦那。あ？旦那。びっくりした。ここに妖怪。旦那。あいや別に。あ大丈夫。中入る。いや。何かお探しで。いやたまたま通りかかっただけで。いや別に。でもこんな時間に入れたら怒られちまう。大丈夫ですか。でも。いいものがあるんだ。いいもの？入れるんですか？よかったら。どうぞ。いいものってボックスロゴ？そう、ボックスロゴ。ボックスロゴ。今だったら、お見せするよ。まあ、始発までまだあるしな。ついといてたな。あ、じゃあ。夜のシュプリームに入れるなんてなんか貴重な経験だな。こんな感じなんだ夜。どうだい旦那、欲しいものは見つかったかい？あそうっすね。いやでも勝手に触ったらまずくないですか？このことはないしょだよ。いやウイルと旦那の秘密さ。でもあんまいいっすかね僕。そうかい。そんな今金もないし。じゃあ残念だった。あ、じゃあ強いて言えばあのピンズ。愛しい人。なんすか。お前愛しい人が目的か。僕ただピンズって。なんだよなんだ、やめろそれ。愛しい人。おいらから愛しい人を奪うために来たんだな。雲行き怪しいな。殺しちまおう。怖っ。殺されんの俺。いやダメだ。旦那はきっといい人だ。おい話せば分かってもらえる。なんその二重人格みたいなやつ気持ち悪い。一旦愛しい人を見せてあげたら、ただ見せるだけだったらいいじゃん。そうだろ。いいよもう愛しい人は。見せてみ。おい、すいません。何してんの。何でしたっけ。もういいさ、ピンピンズは。愛しい人。そう、愛しい人ね。愛しい人、いいさもん。愛しい人はレジ。だろうけど、最後見て帰ります、じゃあ。ついといて。はい。その真顔になるのやめろ、怖いから。